デリーヒゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州、ホルツミンデン軍に属すフレッケンである。デリーヒゼンは、ヨーロッパにおける農村振興政策である、リーダー事業に基づいて創設された、ニーダーザク選ン州南部の市町村が自由意志で、締結した連合体であるレギオン・ライネベルクランドの一員である。デリーヒゼンは、北のロイベルク、北東のシュタインベルク、 南東のゼルター丘陵、南と西のヒルス山地、北西のイート山地に囲まれたライネ・ベルクラントに一致している。街を、ライネ川の南西の支流であるビスペ川が流れている。この街は、南東から時計回りに、以下の市町村と境を接する。アインベック、市町村に属さない地域であるベンツェーント・グリューネンプラン、コッペングラーベ、アルフェルト、フレーデン。 この町の基本条例1アブス2によると、フレッケンとしてのデリヒゼンは、以下の6つの地区からなる。グリューネンプラン、編集。グリューネンプランは、ヒルスレンザ山ンの中、海抜約300メートルに位置する西洋地である。ヒルスレンザ山ンの最高地点は、海抜480.4メートルのブローセツエルである。エンビューヒエン、編集。 ホーエンビューヒエンは、ヒルスサンとロイベルクの間に位置し、人口約600人である。カイエルで、編集カイエルでは、ヒルス連山の中に位置し、人口は約1000人で、原のりに囲まれている。デディヒゼンは、コルバイ修道院の文書中850年にはすでに、ディサルディスヒューソンとして何度か言及されている。この修道院は隣接するカイエルでトゲルチェンに所領を獲得していた。 1007年、ヒルデスハイム司教区のベルンバルト司教によって、作成依頼された国境記録中にデリヒゼンの南のエイリンガブルク、城が記述されている。しかし発掘調査は、ここがもっと古い入植地であることを示している。1140年コルバイ修道院から報道を与えられた引属化デリヒゼン家の名が記されている。この家門は13世紀以降は、近隣の城にちなんで、 公園ビューヒエン家として記録されている。領主権は1355年に貴族のホムブルク家を経て1409年からベルフェン家のものとなった。1691年に製紙工場が設立され、極めて早いこの町の工業化が始まり、1735年からは公爵家が経営するカールスヒュッテが設立され、ベスペ川の水力とヒルス山の木材が この地で産出する鉄鉱石の精錬のために用いられるようになった。1736年5月24日に最高のためのフリードリヒカールスヒュッテツデリヒゼンが製鉄所として設立された。1871年にカールスヒュッテアイゼンヒュッテ AG という社名に変更された。1895年には精錬が1896年に 鉄鉱石の採掘が中止され、企業活動は純粋な鋳造所に制限された。1901年2月に破産した。後継企業は、ブラウンシュバイクハノーファー機械工業 AG であった。ベルンブルク機械工業との合併後、カールスヒュッテはこの社名を用いた。1917年に、機械、自動車工業、アルフレート、デリヒゼンと改名したが、1930年に、 再び破産した。カールスヒュッテは1933年からアルフェルダーマシナン、ウントアプラタバーガセヨシャフトとして創業を再開した。1938年にフェルバートのアウグスト・エンゲルス精錬所がこの精錬所の運営を引き継ぎ、1944年には1200人を超える従業員を要していた。デリーゼ前の墓地には国家社会主義の時代に命を落とした。 ソビート人強制労働者の墓がある。数多くの収容施設に約1500人のロシア人、ウクライナ人、ポーランド人、イタリア人、フランス人が収容され、アウグスト・エンゲルス GMBH の軍事工場での労働を強いられていた。工場の敷地にはこの会社が設立した職業訓練施設もあった。同じ墓地には強制収容所で殺害されたデリヒゼンの ユダヤ人の記念碑も建てられている。1955年4月からは、企業再編がなされ、カールスヒュッテは、フェルバートのアウグスト・エンゲルス社から分離され、エーセンストル、ウンとアーマチュアンワークフリードリヒ・カール、ハット・デルグソンの名称を用いた。1984年、700人の従業員を抱える FCH フリードリヒ・カール・ハット、 GMBH スタールジェイサーとして精錬所は再び破産した。一時的に事業を継続するために、週から50万ドイツマルクの融資を受けようとしたが、ニーダーザクセンの債務委員会に拒絶された。1974年4月1日に、それまで独立した町村で廃止されたガンデルスハイム軍に属していたアンメンゼン、デリヒゼン、カイエルデ、バリヒゼン、および、 ホルツミンデングに属していたホーエンビューヒーエンとグリューネンプランから現在のフレッケンとしてのレディヒゼンが創設された。2008年11月1日火事があり、ファーマ・ケメックス・ GMBH の作業所で数回の爆発が起こった。この会社はレディヒゼンの中蔵所の下請け会社で、ヒュッテネス・アルベルトスの子会社であった。この建物は基礎壁に至るまで焼け落ち、 巨額の物的損害を被った。また、近くを流れる小川ビスペ川に消火剤が流れ込み、魚が死んだ。2008年にデリヒゼンは新聞のお見出しに掲載された。納税者連盟によると、町は調子編纂のために165,219ドルを支出した。この支出は巨額であるにもかかわらず、それまで公開されていなかった。 フレッケンデリーヒゼンの議会は22議席からなる。モチーフ1グリューネンプラン、銀のモミの木がグリューネンプランを取り囲む、モミの森とそれに伴う観光業を示している。銀で描かれたガラス吹き孔は、グリューネンプラン近郊のヒルス山地のガラス作りと関係している。モチーフ2デリーヒゼン、銀地に青いハンマーとシュレーゲルトが十字に組み合わされている衣装は、 かつてのデリーゼンの町章から取られた。この衣装はデリーゼンの発展がヒルス山地でかつて行われていた鉱山採掘と密接に結びついていることを象徴している。デリーゼンでは1734年からすでにカール港が設立したヒルスのカールスヒュッテで鉱石の精錬がなされていた。ここからデリーゼンに鉄工業が発展したのである。モチーフビューヒエン。 金字で、緑の身分の山上に赤いベルクフリートのデザインは、旧ホーエンビューヒエンの町章から取られており、ここにかつてホーエンビューヒエン家の城があったことを示している。モチーフ4この衣装は、ヒルス山地の6つの球長村が、ブラウンシュバイク工領に所属していたことを示している。立ち上がり、冠をつけた獅子と、青金のブラウンシュバイクの配色がこれを表している。デリーヒゼンでは、 4年に一度、いくつものパレードが行われ、大規模なテントが設営される、郷土祭が数日間にわたって開催される。デリーゼンには、約25のサークルがある。スポーツクラブ、ダンスクラブ、スイミングクラブ、音楽サークル、合唱団、射撃クラブ、乗馬クラブ、詳細園クラブなどがある。エーリンガ上祭のドルや時計弁鉄道フォールダクゼン、ドゥインゲンデリーゼン線が何十年にもわたって、 鉄道網への接続を担っていた。しかし、この路線の運行は1967年に停止され、軌道は1968年までに撤去された。デリーヒゼンとグリューネンプランにそれぞれ基礎家庭学校が一校ずつある。また、デリーヒゼンには実家学校がある。本家庭学校の生徒はドゥインゲンの学校に通う。最寄りのギムナジウムはアルフェルトにある。 ありがとうございます。